はい、今回はね、パパ活アプリの紹介をしようと思います。今回はね、本当のパパ活です。まあ20代前半の女の子が、なんですかね、40代、50代のパパと言われる男性にお食事をおごってもらったりとか、買い物やドライブに付き合うことによって、まあ手間賃をいただくみたいな感じです。まあそれだけ見るとね、なかなかありなサービスかなと思うんですよ。例えば一人で、レジャーを過ごす40代50代の男性っているわけですよ。例えば新しい車を買ったからドライブするんだけども、できればね、可愛い女の子を隣にいてエスコートしながら1時間でも2時間でも過ごしたいなっていう時に、まあ、ちょっとね、可愛らしい女の子を借りてくるみたいな感じで1万円とか2万円のお小遣いを、まあ、あげるみたいなね。もちろんそこから発展していって恋愛に進んだりとか、まあ、ちょっとね、性的な関係に売春みたいなことになっちゃうっていうのはあるかもしれませんけども、まあ分からないことはないかなと思うんですよ。私のこの同じ年代のね、男性の気持ちとして、たった1日だけでも女性をエスコートしてみたいなとか、女の子と、若い女の子とね、楽しんでみたいなっていうのがあるかもしれないですね。うん、そういうので本当に、まあ、一線をちゃんと守ったパパ活っていうのだったら私はないでもないかと思うんですよ。もちろん女の子のお父さんの気持ちとかになったら嫌ですよね。だからちょっと複雑なものがありますけども、今回はそのパパ活アプリをちょっとね、紹介してみたいと思うんですよ。パディ67ってやつですね。ここにアイコンがありますけども、パディ67ってやつですね。で、開くとプロフィールを作成する欄が出てくるんですけども、そのプロフィール、ちょっと待ってくださいよ。まあこういうふうなね、本当にね、登録してる、まあ女の子がこうやって、なんだ、いろいろ出てくるんですけどもね、本当可愛らしい普通の女の子ですよ。もちろん本当に何ですかね、若い女の子とデートをしてみたいっていう男性に対して自分をまあレンタルするみたいな感じなんで、売春とかがもう前提じゃないっていうのを、まあ、まずは立て付けにしていただきたいんですよ。そういうのを私紹介するつもりはないんですよ。ただやっぱりね、今日はちょっと一人でいたくないなと、女の子とちょっと関わってみたいな時に、なかなかその友達の女の子も予定が合わないとかね、そもそもいないとかね、あとなんていうのかな、その、いわゆるその肉体関係じゃなくて、割り切って1時間一緒にいてくれるみたいなところにコストを払うのは私はありかと思うんですよ。そんなに変な話じゃなくって、1時間一緒にいてくれるだけでなんとなくこう気持ちがリフレッシュしたりとか、新しい次の現実に迎えたりとかするっていうのが単純な男性の気持ちなんでね、まあ、そういうところにただ話をうんうんって聞いてくれる若い女の子がいると、しかも自分のプライベートのこととか自分を知らない人がいると気楽じゃないですか。それこそいろんなことを愚痴ったりとか、自分のね、過去話をちょっと誇ってみたりとかね、つまりキャバクラの持ち出し版って考えてもいいですかね。で、そういうのでこういったアプリがあってね、ただちょっと気をつけないといけないのが、これアカウント作るのはそんな難しくないんですけども、最後にね、料金設定があるんですよ。料金設定の段階で3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月ってコースが選べるんですけども、これ1日あたりいくら払いますかってやつなんですよね。これ多分アプリの利用料だと思います。ちょっと料金までは覚えてないんですけども、一番安いのが1年プランなんですよ。1年プランで1日180円を払えばアプリが使えますよってやつなんですけども、1日180円でもね、365日1年プランをやると、なんと年間で65,700円、6万以上かかるわけなんですよ。だからこのパパ活アプリはある程度収入に余裕がある人だけしかこう使えないってことになってます。まあそういったものなんでね、収入に余裕があって、で、まあ、女の子に対してもちゃんとエスコートできてね、そんな安く女の子とちょっとね、そういったエッチな関係を持ちたいなって方はまずここに入ってこれないですから。だからそういう感じで女性としても安心して使えるんじゃないかなと思いますね。私は使いませんけどね、はい、じゃあこんなパディっていうね、マッチングアプリの紹介でした。